皆様こんにちは。本日もゴサイン旭川本店よりお届けいたします。本日はですね、はい、年に一度開催させていただいておりますおけ都庁おけクラフトの展示販売会の様子をお届けしたいと思います。はい、楽しみにしてた方もいらっしゃると思います。ぜひコサインへお越しいただいておけクラフト、はい、見てみてください。触って見てみてください。そして使ってみてください。はい、そして今回はですね、コサイン旭川本店を皮切りに、はい、札幌大丸に入っておりますコサイン札幌、そして東京にございますコサイン青山へと巡回していく予定でございますので、普段は気になってるけど見れないっていう方、買いに行けないっていう方、はい、その別々の地域の方にもご覧いただけるように巡回してお届けしてまいりますので、楽しみにしていてください。はい、そして今日はですね、ちょっとずつにはなるんですが、そのおけクラフトの製品をご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。はい、こちらがおけクラフトになりますよ。やはりこの木の温かさが伝わる、そしてとても使いやすいです。そして使っていただくと、もうそれ以外が使えなくなっちゃうというぐらい手触りも良くて、使いやすくて、とっても愛着の湧く製品になっております。はい、今回はですね、こんなマグカップですとかフリーカップ、そして初めて入荷いたしましたゆらころシリーズです。癒されますよね。ちょっとピヨンピヨン、クリ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 、こんな風にゆらゆらして癒してくれます。何とも言えない表情をしてますよね。はい、可愛いですよね。鶏さんもいますよ、うさぎさんもいます。可愛いですよね。はい、そしてこの器たち、コップたちもですね、飲み物が何杯も美味しく感じられそうです。そして毎回人気のお椀たちもいっぱいいますよ。いろいろなサイズご用意されておりますので、ぜひ手触りなんかも試していただきたいと思います。そして今回はこのリムプレートというシリーズがとてもたくさんサイズ違い入荷しておりまして、はい、エゾマツ針葉樹ですね、こちらは。そしてこちらは広葉樹になっておりまして、重さを持ってみるとですね、針葉樹と広葉樹で同じサイズでも重さが全然違うっていうところも、実際にこう触れていただくと感じられるんです。針葉樹の方がね、とても軽いんですよね。で、広葉樹の方がちょこっと重みというか、はい、感じられますので、そういったところも、はい、実際に見て触っていただくと感じられるところになります。こんな風にスプーンとかフォークとか、そして人気の炒めヘラ、とっても使いやすいとご好評の炒めヘラ、何年も、はい、使ってらっしゃって何個も持ってますという、はい、リピーターのお客様もいらっしゃったりします。で、普段使いのこういう食器なんかも本当に一度使うといつも何時もそれを使いたくなっちゃうというぐらい使いやすくて愛着が持てる製品になっております。こんな感じで、はい、ずらっと商品を揃えてございます。ぜひご来店いただいて見てみてください。はい、ということで、おけ都庁のおけクラフト、本当にさらっとちょっとずつですがご紹介させていただきました。直接見て触っていただくとその良さが伝わるかなと思います。はい、普段なかなか聞いたことあるけど見たことないな、気になってるけど触ってみたことないな、もともと大好きだけどなかなかいけないんだよな
いろんな方がいらっしゃると思います、はい、この機会にぜひご参加旭川本店ご来店いただきまして桶戸町の桶クラフトを、はい、体感してみてください。そして御参旭川本店では、はい、おすすめの新製品があったりですとか、はい、アウトレット製品があったりですとか皆様にご満足いただけるように商品ご提案させていただいております。ぜひお時間のある方はご来店ください。暑くなってまいりました。皆様お体大切にしてくださいね。それではまた次回。